冷たい手。その夜、私は一人暮らしの友人の家に泊まっていました。私はリビングのソファーで眠り、友人はリビングの奥の部屋で寝ていました。月の光の明るい夜でした。夜中、かすかな足音で目を覚ましました。足音はゆっくりと玄関の方からリビングに近づいてきます。私は友人がトイレに起きて部屋に戻るところなのだろうと思いました。しかし、その足音は私の方に近づいてきます。私は友人が私の様子を見に来たんだなと思い、横を向いて寝ているふりをしました。足音は私の顔のすぐ横で止まりました。人の気配がします。突然、頬にとても冷たいものを感じました。まるで氷を頬に押し付けられたようでした。あまりの冷たさに私はびっくりして目を開けました。冷たいもの、それは手でした。とても冷たい友人の手。いいえ、友人ではありません。それは知らない男の人でした。青白く、鼻筋の通った長い顔、細い目。私を見ながら悲しそうに微笑んでいます。私は直感で、これは幽霊だ、と思いました。すると幽霊が私に話しかけました。大丈夫、大丈夫。その言葉は、この幽霊の口から発せられたのではなく、また私の耳から聞こえたわけではありません。直接私の頭の中で聞こえたのです。うまく説明できませんが、いわゆるテレパシーというやつでしょうか。私は慌てて布団をかぶりました。そして、どっか行け、消えろ、消えろ、と布団の中で念じました。幽霊はなおもテレパシーで何か話しかけてきます。しかし私は混乱していたので、幽霊の言葉など全く聞いていませんでした。そうこうしているうちに、急に、あたりが静かになりました。私はまだ布団をかぶったままです。その時、大丈夫なのに、という声が頭の中で聞こえました。そしてまた静かになりました。少し時間を置いて、私は恐る恐る布団から顔を出しました。月の光が白い壁に反射しています。部屋の中を見渡しましたが、幽霊の姿はもうありませんでした。とても静かで、奥の部屋から友人の寝息が聞こえてくるばかりです。朝、友人に幽霊のことを話しましたが、友人は、もうそんな話やめてよ、と言って、聞こうとしませんでした。果たして、あの幽霊は現実だったのでしょうか、それとも幻だったのでしょうか。私に何を伝えたかったのでしょうか。あれから随分経ちましたが、あの冷たい手と悲しそうな微笑みが今でも忘れられません。